DS BDS はい、アイスプレゼンテックキャンプね。皆さん、エアロチョコは知ってますでしょうか。でも最近ね、日本でエアロチョコね、多分売ってないと思うんですよ。最近見かけますか。見かけないね。見かけないですよね。で、なんかジェゾクはね、中国だっけ、韓国韓国のエアロチョコは見たことあるって言ってんすよね。え、でも見たことあるんでしょ、そのパックリ商品。あるあるある。だからジェイソンが韓国のエアロチョコを見たことあるんですけど、僕は日本で普通のエアロチョコを見たことないんですよ。ってことなんでね、今日はね、家でね、作ってみますよ。どうやって作ると思いますか。え、泡立てんの。違いますよ。もうそれはもうタイトル見ればわかるんですよ。オッケー。はい、でこちらどうやってね、エアロチョコを作るかというと、エアホッケーって空気が出るじゃないですか。このね、空気が出てるそこにチョコを流し込んで、チョコに空気を送り込む。もうこれでエアチョコできるんじゃないですかね。すごい発明じゃないですか、僕。で、今回は多分成功すると思うんで。で、その空気こう入るじゃないですか。これごともう冷蔵庫に入れて。うわ、薄い。よし、じゃあ電池入れてみますか。よいよい、エアホッケーやろうぜ。よいよい。どうやって直したの。わかんない、入れたらできたよ。ここまでだよ。だってここまでできてんじゃん。おお。やべえ。はい、ではね、このね、安っちいね、チョコレートをね、溶かしてね、OK に入れてきてます。本当はね、森永とか欲しかったんですけどね、こっちの方が20円安かったんで。どんぐらい入れた方がいいかな。5個、10個買ってきたんですけど。で、今回は電子レンジでね、ふーって作ります。エアロチョコといえばね、イギリスのものですからね、ネスカフェがキットカット買収したからね。よし、チンします。チンチン。はい、ではね、純素の方をね、溶かしてきております。まあ5枚なんで、大さじ2杯ぐらいで食べにいってみます。2混ぜて混ぜて混ぜ混ぜミックス。はい、でね、チョコがね、多分溶けてると思うんで、こんな感じになったら、重曹、さっき溶かした重曹を入れます。入れすぎるとね、固まらなくなんで、で、これで混ぜます。ほら、シュワシュワいってますね。これがエアロチョコのエロスミスです。いや、膨らんできたな。てかさ、エアホッケーの意味がなくなっちゃう、これじゃ。ちょっとやばいぞ、これ。水産君、どうしよう。もう完成じゃん。やばいやばい。で、これで再度チンします。エアホッケー使う意味がなくなっちゃう。どうしよう。あ、じゃあこれはこれで作って、もう一個はエアホッケーで作るとか。やっぱ天才だな、俺。30秒。そうしますか。はい、こんな感じになりました。ちょっとなんかもうエアロチョコっぽいですけど、もうこれはこれで作ります。土みたいだね。うんこを隙間に詰めてる人みたい。うん、俺本当はね、ちょっと余熱をね、なくしてから入れた方がいいですけど。で、次はね、ホッケーで作っていきます。まあ、さっきと手順一緒で、これをね、電子レンジで温めます。はい、こんな感じで溶けたら見てください。ダンテズマジック。ほら、みるみる溶けていきますよね。まだ固形が重たいんで、牛乳でちょっととろみを出しますか。まあ、低脂肪しかないですけどね。入れすぎちゃうと固まらないんで気をつけてください。こんぐらいでも固まると思うんで。いきます。はっ。おー、うまくいきそうじゃないですか。ほら、浮いてるよ、チョコが。はい、こんな感じになったら冷蔵庫に入れていきます。さあ、これでね、エアチョコができるか。おいしくなーれ。イエイ。はい、ではでね、完成いたしました。イエーイ。はい、こちらがアイスホッケーとエアローホッケーですね。じゃあ、どっちから。じゃあ、こっちから食べてみますか。結構まともな方ね。おお、出た出た。お、すごいすごい。待って待って、すごい、それっぽいですよ。いただきます。先に毒見て先に毒見。よし、いただきます。ふわふわしてる。うん、重曹な、重曹がなんか入ってるよ。だから、それは入れたから。でも、こんなに手軽にできるんだね。うん、だから、ま、ちゃんとね、ミキサーでやってればもっとうまくいってたの。ってことでね、
こちらね、エアロになってました。で続いてこちら本題です。エアホッケー作ったチョコはエアロができるかっていうね、実験です。はい、ここにね、エアが。おっ、すげえ。なんだこれ。なんだよこれ、ざっけ。ねえ、ねえ、どうしたらいいか。いや、この中にエアが入ってるかもしれない。あ、そうか。はい、ではね、あのジェイソン君が空気が入ってるって言ってるんで。また俺に言われるの。はい、いただきです。ただのチョコだね。重曹入りのね、チョコはね、もう完全にエアロでした。 Today's Dante's Point ピュカーン580 どういうことだ。はい、ではね、ぜひみんなもね、普通に重曹入れてチョコでね、作ってみてはいかがでしょうか。エアホッケーで作ろうっていうね、バカはね、やめましょう。ダデッシュ！ I'm エアホッケー。ジェイソングホッケー。なんも言えない。え、そうなの？いやいや、そりゃそうで、みんなそうだよ。いや、でも完全じゃないよね。PDS 株式会社。チャンネル登録、よろしく、よろしく、よろしくよ。